美しいビジュアルはデジタルファインでもっと刺激的になる。Beautiful。ハイファイビデオは三菱。青い鳥っていうのがたまたま芝居やってて、うん、あの領収書なんかに書くときにね、うん、青い鳥って書いてるとき喫茶店と待ち合わせたりするから近頃劇団とつけてるだけで、これがね他のことをやったら今度はまた別のなんとか青い鳥ってつけるんだろうなって言って、あんまりこだわらないんですよね。だからこれでまた何年か経ってねやろうかってやろうってこれぐらいのことになる感じ。一人一人しっかりしてるじゃないですか。うちなんか、うん、もうねダメだよね、青い鳥の人みたい一人一人しっかりしてないから、うん、いなくちゃっていう感じで泥臭くなってるんじゃないかしら。割と青年団っぽいとこあるからね。青年団、本当に青年団。でも割と渡辺はしつこいとこあって、うん、強い、すごく今だからすごく強くなったの気がする、自分が、うんうん、そうだから私ほど弱い人間はいないと思ってたんだけど今までは、うん、なんか私ずいぶん人より強いんだなって、うん、この頃なんかね、か思うようにね、分かる、それなっちゃう、うん、でもね、周りから言うとね14年ぐらい前でしょ、一緒になったモタリも私もズリックは誰かいなくちゃと思ってたけど、それはもう芸人だった時、もう全然そう思う。そうそうそう、ズリックは一人でもやっていけるだよ。それの逆版もあるからね、あの人は大丈夫と思ってると思ってた。あ、うん、そう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 です。そうだね、だから分かんないって人はグッて、あのね多分うちがね、なんでこう一人ずつなんかこう一人ずついるような感じするのかって言うとね、多分ちっちゃい頃からね、あの割合両親との別れがあったり、なんていうのかな、そういうのをこうスーッと一人ずつ味わってるようなところがあるような気がしちゃう。だからね、どっかであの私たち兄弟だけど、もう全然兄弟っていうふうに思えないね。だから5円の貸し借りもきちっとまあお金のことで言うと、なんかサバッと、いやそれ芝居に出てますよね、うん、そうだから兄弟でもやっていけんじゃない。それじゃなくて同時にさ、うん、同じ対等に兄弟でやってて、それは随分大変だよね、うん、普通の関係だったら必ず甘え出したりさ、うんうん、で何よってこう人に言いたいことこう、うん、逆にねこう兄弟のに言っちゃったりとかつって、必ずそうなるもんね。他の人と同じね、嫌なことあったら言うし、うん、あの認めてるとか認めてるしみたいな、なんかそういうの。うちを見るとね、いとこ同士のグループのようなイメージがしてしょうがない。仲の悪い時のいとこ同士でもあったり、仲が良くなったりってね、あの兄弟じゃなくていとこなんだっていう感じがすごく。なんかさ、木野さんとか言ってたけどさ、ダメな時芝居ダメだと、お前はこういうとこダメなんだってみんなで寄せたがって攻撃して泣くまでやってるって言ってたけど、それ今でもやってるんですよ。今はないんですよ。そうなんだ、うん、人が攻撃しても治らないの治らないの、はい、それは自分が変えるしか。これからその青い鳥ってのはどういう劇団にしていきたいと思います？あのね、だからね、さっきいつも劇団の将来とかっていうことでしょ。うん、そうそう、そうあのね、そういうこと考えたことないんだって、うん、あのね、ただこういうことをふうに思ってる。例えばどっか行くでしょ、あのどっかの舞踊団とかがいたとするじゃない、うん、で日本がなかなか呼ばないとかって言った時に企画みたいなのやってみたりね、うん、あのちょっとあのファッションショーのちょっと演出まがいのことをやったことあるんだけど、例えばそういうのやったらあの人はアルバイトしてるっていうふうに見られるけども、うん、そうじゃなくて、うん、なんかみんなでそういうことをやりたいねって言ったらそれをやるかもしれないし、うん、だから例えば私なら私のただそういうことを膨らますだけで、うん、あの将来例えばこういう何人動員する劇団になりたいとか、あのこういう外国へ持ってってどうしたこうしたとか、なんかそういうのが何でもないもんね、うん、今までもなかったの、ただないの、どうしよう、だから続くんじゃない、なんかあります、劇団の将来、うちはいっぱいあるの、だから続かないの、将来どういうの例えばなってるわけ。最後にはさ、世界一の劇団になりたいっていうのがあるわけでしょ。誰が世界一って言うんだから、分かんないわけよ、だから自分がこれだって思える、だけどそんなのって満足ってできないんだよね、やってもやっても、だって憧れでさ、うん、本当星を掴むようなことやってるわけでしょ、うん、で見返りもないしね、そんな、うん、それでやってもやってもさ、やったってことないわけよ、だからお客さんがいっぱい喜んでくれていっぱい入っても満足しないわけでしょ、うん、そう、絶対ダメだと思って、ううてかやってもやってもダメで、うん、でもやりたいっていう感じでしょ、うん、だからいつかだからちゃんとね、役者もさきちっとその
食えるとか食えないじゃおかしいんだけど、うん、きちっとそういう心配なく本当は劇団の芝居もやって、うん、それで役者個人個人が好きなだからどっか出たいったら出て、うん、何でもいいよね、マスコミでも舞台でも他の劇団でも、うん、役者も他のことができて、うん、余裕を持ってできて、うん、それで舞台もしっかりできて、うん、それでこうスタッフなんかをみんな劇団でいて、うん、そのスタッフがこういう企画やりたいっつったらそのスタッフの企画で今度集まってやったりとか、うん、そういう自由なこともできて、うん、でも真として30万が面白くなりたいっていうのがあるわけね、うん、ところがそこ本当に夢でさ、うん、そこまでこうやって続けるのが大変でしょ、すごくもう。でもさ、それは関係ないことでさ、うん、続けるとこは誰だって方法はいっぱいあるんだから、うん、私はね、あの10個は60ぐらいになって書いて、うん、できればいいなと思って今進んでるよ。60歳ぐらいになっておじいさんおばあさんになるでしょ、うん、60歳おじいさんおばあさんとか言っても悪いかもしれないけど、そう、今若いからね、若いから、それがみんな半ズボン履いたりスカート履いたりして、うん、その教室のゲゲゲのゲみたいなのやったら、うん、これ面白いよ、すごい面白いでしょ、うん、それでそういうもう年のそのリアリティみたいなものって出せないですからね、うん、芝居で、うん、そういうことをやれるまで、うん、その時やるってことは今までそれが続けてやってきたっていう成果になるわけだし、うん、またもっとやるっていうその過程にもなるわけでしょ、うん、それでこれからだって時に若手とどうしていくか、やっぱりみんなさっき言ったみんなやめちゃうでしょ、うん、みんな分かった時にはもう前のメンバーがいなかったり、うん、今三永とか新谷とか、うん、中進むとか、うん、東銀之助とかいますけどね、うん、でそういう連中とまた次のことを考えてやんなくちゃいけないでしょ、だから役者が成長していかないかったらいい芝居とか見せられないわけだし、で私もいいものを書かなきゃいけないわけだし、でそれは役者とそのあれとのせめぎ合い、それで役者に触発されなきゃこっちは雑誌作家だから書けないわけでしょ、でその触発をやっぱりずっとほら10年ぐらい経つとちょっと慣れ合いっぽくなっちゃう、友達関係になっちゃって、そういうところでこうお互い甘えるっていうことが出てきちゃうでしょ、だから普段はね甘えっていいと思うのね、やっぱり舞台でやっぱりね勝負しなきゃなとかさ、また固いこと言ってくけどそういう気でもう来年からはそういうね、おばさん、今年からはね、おばさんおじさんと言っちゃいけない、あ今年からはそういう、まあ、若手もいるけどその古いメンバーって言ったらおかしいけどね、10年以上の付き合いの連中とやっぱり舞台の上で喧嘩しながらっていうの、変な意味の喧嘩じゃなくてやっていきたいなというふうに私は思ってて、でそういう意味では私ももっと大人にならなくちゃいけないなと。田舎者が主催者だから気まずくなっちゃってんのね、とてもだから青い鳥全然違うと思うんですよね、で私は青い鳥がこの間の今日流してるあの演芸劇場でやったのすごく評判も聞いてるし、皆さんのね、私意見だけの意見じゃなくてね、嬉しいですよ、やっぱりだってシアターグリーンでやった中じゃないですか、そうなんです、そうだよね、あの時ほら三宅由紀さんのところなんだっけ、エキセントリックシアターとで青い鳥とうちと3人とさやったんだよね、あのシアターグリーンでね、何だったんですか、それでなんだかんだ言い合いしたりなんかしてさ、なんだよなんて言っててさ、だって青い鳥の人は私避難したんだって、何夜の影でお前から聞いたんだよ、あ言ってたよ、話してた、ね、この闇の中で夜の影を踏めるのかいっていうセリフがあったんですよ、はい、あのこの間じゃなくて今回流すので、うん、あの再演ですから役変わってんですけど、はい、あの、うん、そう青い鳥の連中がこういうテーマのセリフを、何あの人全然耳にピンとこないわって言ったのよ、あなたたちが言ってた、言ってた、言ってた、私は木の花さんだと思うけどね、いやー心当たりなし、言ってた、あのもっとその、そしたらね、宮さんにそれ言ったらね、この間来たら、ジュリコが言いたいことを違うよ、なんかその把握してないんじゃないか、それが赤の把握の仕方が甘かったじゃない、でも本当に把握してなかったからしょうがないよね、だからこの間のねこの間やった、これから流すね、この間のは良かったね、それをね、やっぱり見てほしかったね、水流の